ROCKL で始まるロックです。新垣結衣のガールズロックス、今月の投稿終了です。次は今月3月16日の週に投稿しますが、ついに日光を進めました。ガールズ交換日記の当選者発表、この後、私はガールズロックスの掲示板に書き込みます。その書き込みに最初に交換日記希望というレッスンを書いた人に今月の交換日記を送ります。書き込みの準備をしててください。そしてこのガールズ交換日記は堀倉奈々ちゃん、堀北真希ちゃんに渡してもらってきて、次に回るのは今月から4週目を担当する北野キイちゃん。キイちゃん、ちょいちょい会ってるんだけど、覚えてるかな。結構出会い率高いんですよ。アメリカの受賞式とか、撮影スタジオが一緒だったとか、なんか偶然、最後の実はあって、その時にこう、これないかかってるから、おはようございますみたいな挨拶をするんだけど、なんかどうしてもこう、距離が縮まらないみたいな。ね、京都の八代です。ガールズロックス4週目担当北野キイです。ここからは、はい、北野キイちゃん入学記念ということで、はい、キイちゃんが出演する映画今週土曜日2月21日公開ハルフウェイの特別授業を始めたいと思います。さあ行きますか。行きましょう。はい、ということでさらにゲスト講師に登場してもらおうと思いますが、同じ映画を作り上げた仲間としてね、ここはやはりキイちゃん、はい、まずはどういう紹介をしながら決めてください。わかりました。今から
か、はい、ただね、もっと前に入ってもらいたかったんですけど、キーちゃんが黙っちゃダメだよ。いやいや、いろいろあるので、はい、はい、いろいろ段取りがあると思いますので、はいはい、なんか、さあちゃんの印象があるね、はい、割とクールな印象だと思います。クールじゃないですよね。天然パーク先輩です。反省系ですね。あの、今、ここまで見るのが未完成の未完成。いや、世の中の天然パークは全員未完成だ。お花さんがたまたま完成系。いや、天然パーマに完成系と未完成系があるの。ありますよ。あるんですか。まあ今日まとまったらまだ。いや、ひどい時は本当にひどいです。思ってた小さい動物だったら腹丸ぐらいいや、本当そういうレベルですから。はい、岡田君といえば、はい、花盛りの君たちでイケメンパラダイスに出てた関根京子役ですね。キーちゃんからの紹介、なんとか外に聞いてました。ひどいこと言ってましたね。いやいや、いいとこあるかな。恥ずかしいですよね、こんなことね。はい、前に違ったんですよね。でも恋人役だったわけですね。そうですね。はい、そうですね。そうですね。いやいや、催促する。どんどん急かされなかったもん、言えたそうです。一任されてきてますね。嘘だよ。嘘だよ。あるかもよ。続きお願いしますね。早稲田に受けるところでショックを受けよう。東京には行ってほしくない。はい、でも認めて、早稲田に進むのも、なんか違う気がしてきて。はい。はい。まあ、主演の二人から見た明るく、Thank you.
そうですね、噛んでても、はい。